き爆発。きらめくのよ、ああ、これが本当の恋なの。私舞い上がってるわ、不思議な恋しましょう。セーブしないの？あ、今はい、というわけでエニックスカウンターのみんな、ちゃんとチェックしてんのかよ。というわけで今週のトップ3の前に、なんとピックアップアーティストのコーナーです。イエーイ。今回はだってフォーリンラブが赤丸急上昇、今週第11位のかわいいリカちゃん。イエーイ、よろしくお願いします。かわいい。というわけで、リカちゃんはこのだってフォーリンラブがあのデビューシングルなんだよね。そうなんですよ。フレッシュデビューです。よー、来週にはね、トップ10内だね。頑張ってもらいたいね。そうだと嬉しいんですけどね。絶対入ってほしいですね。もう応援してくれてる皆様のためにも頑張りたいと思います。俺もがっちり応援するからさ。ありがとうございます。あんまり応援しすぎないようにね。そういえばね、この初めてのコンサートがあったということで、ライブこちらも大成功と聞いておりますけれども、やってみてどうでした？はい、すごく緊張したんですよ。ドキドキしたの？もうドキドキで、はい。なんかちょっといやらしいわ。あ、やばい、せっから入ってます。気をつけて。はい、気をつけます。ごめんなさいね。どうでした？でも
やっぱり小さな頃から歌を歌うの大好きだったんで、歌手になりたかったね、歌手になりたかったんですよ、ずっと。だからもう夢が叶った感じで。夢が叶ったのよ、羨ましいわ。叶ったんですよ、本当に嬉しかったです。そういえばね、リカちゃんはね、長野県出身ということで、なんと実家がお蕎麦屋さんだそうよ。お蕎麦屋さん、そうなんですよ。すごいじゃん、お蕎麦食べてるからそんなに肌のツヤがいいんだ。うるさいな、ツルツルだねとか言って。なんかでも噂によると、あなたの実家もお蕎麦屋さんだそうじゃないの。実はゆうさん、そうなんですよ。しかも駅前なんでしょ。長野の駅前に。なんていうお店なの。やぶそば本店です。マジで、もうあんたちが本当に本店なの。本店ならしいですけど、みんなよく本店本店ってみんな言うんだけど、あれは本当なのかしら。そうですよ、あのやぶそば本店に、あのもうリカちゃんのうちのお父さんがね、あのお蕎麦打ちながらリカちゃんのポスターを貼って応援してるから。ありがとうございます。うちの親父のためにも、はい、頑張ってよ。頑張りますよ、リカちゃんの。お父さんもいっぱいきっとポスターとかをね、街中に貼って応援してると思うからね。本当だから、もう頑張るのよ。本当だからもう頑張って1位を目指してよ。はい、頑張ります。それじゃあ曲のスタンバイをよろしくお願いします。イエーイ、リカちゃん、イエーイ、リカちゃん、よろしく頼むぜ。頑張ってね。イエー。それでは河合リカさんで今週赤丸急上昇第11位のだってフォーリンラブ、いってみましょう。どうぞ、 Here we go。 Yo yo。激しくしないで。Thank you.
どこまで？